ワールドサキソフォンカルテットは1977年に結成されたジャズアンサンブルであり、フリージャズ、R&B、ファンク、南アフリカジャズの要素を音楽に取り入れている。オリジナルメンバーはジュリアス・ヘンフィル、オリバー・レイク、ハミエット・ブルイエット、デビット・マレーである。最初の3人はミズーリ州セントルイスでブラックアーティストグループのメンバーとして一緒に演奏していた。 1989年、ヘンフィルが病気のためにグループを脱退し、その後、数人のサックス奏者が彼の席を埋めた。ヘンフィルは1995年4月2日に亡くなった。1980年代後半、カルテットはグループの看板となるテーマ曲として、ブルイエットの作曲によるハティーウォールを使用するようになった。このグループは、 主にサクソフォーンのカルテットとしてレコーディングし、演奏を行った。通常、2本のアルト、テナー、バリトンというラインナップであったが、後にドラマー、ベーシスト、その他のミュージシャンも参加した。時として、メンバー以外のサックス奏者が参加したり、ツアー時に代役を務めた。これらのゲストには、サムリバース、トニー・コフィ、スティーブ・ポッツ、ブランフォード・マルサリス、ホルヘ・シルベスター、 ジェームス・スポルディングが含まれていた。ハミーエット・ブルイエットは長期にわたる闘病の末、2018年10月4日に亡くなった。ありがとうございます。